はい、おはようございます。塚原農のです。えー、今日は、えー、インゲンのですね、えー、露地栽培をしているインゲンの補助に来てます。えー、外から見た感じはですね、えー、このように、インゲンが、実がですね、収穫する実が隠れてます。この生態系はすごいですよね。鳥から実を食べられるのを防ぐために、 この葉っぱでですね、隠れるよう、隠すようにですね、身を守っているような感じですよねで。これは人工的にですね、栽培をしてますので、えー、上か中に入るとですね、えー、このように中からはインゲンが、はい、このようにぶら下がってます。鈴なりですね、えー。前回の動画でもご紹介してきましたが、まあ、こちらのインゲンはですね、定食をして30日計画した えー、経過した、えー、ない、になります。右側が、えー、ケンタッキー101。で、左側が、えー、韓国カボチャですね。えー、まっちゃん。えー、つるありズッキーニですね。え、ちょうど、えー、こちらから立ち上がってきて、中央でですね、今止まってます。いずれどちらかがですね、追い越すと思うんですけれども、ちょっとまっちゃんがですね、まあ、家計はとてもいいんですけれども、まあ、まあ、こんな感じですね。 宙にぶら下がってますすのでで傷一つないんですけれどもただ、雨がやはり多いので、今年はですね、着火率が悪いです。ちょっと人工的にですね、花合わせしてるんですけれども、花、えー、が落ちてしまうことが多いですね。で、ここのところ、えー、雨がですね、えー、降る時間帯が、えー、とてもだんだん短くなってきて、そろそろ梅雨明けかなーっていう感じですね。 ちなみにこれがですね、着火不良したカボチャの、えー、韓国カボチャですね。まず、あ、ズッキーニカボチャあたりのカボチャの種類はですね、こんな感じなんですけれども、これが花が、この先端が花が咲いた当日にですね、えー、下の方に咲いている、もうちょっと今日はですね、夕方なので咲き終わっちゃったんですけれども、えー、この下の株元あたり、これですね、これがお、えー、花ですね。株元に咲いているのは全てお花です。これが朝、 5時頃ですね。開花したものを、と、摘み取って、で、こちらの朝。まあ、これもしぼんじゃってるんですが、これが、目花ですね。収穫する実。これが花が咲いている時に、え、この中に花粉をですね、花合わせ作業。カボチャと同じなので、え、それをすれば、だいたい実がつくんですが、雨が降っていたり、朝方気温が、朝からですね、お昼過ぎまで気温が低いと、花合わせをしても、 えー、うまく着火しないことがあります、まあ、そういう時はですね、えー、先ほどみたいな、えー、茶色くなってです、ね、実が落ちて、えー、しまうことが多いですねところどころですねこの節の途中からもこのように雄花は、まあ、出ることありますこんな感じですねただ節の途中から出てる雄花よりも株元から出てる雄花の方が、えー、花粉がとても多いので、えー、着火率がいいです えー、花粉の質もいいんでしょうね。こういったものですね。まあ、これちょっとめくってみましょうか。これ途中から出ているものですね。はい。えー、こんな感じですね。はい。中のやはりおしべがですね、ちょっと危機系というか形が変わってますもんね。通常のお花と、えー、おしべとちょっと違うような形ですね。まあ、でも花粉はたっぷりついてますね。見ますかね。 こんな感じですね。はい。アザミウマが相変わらずすごいです。えー、まあ、もう、ズッキーニもですね、これえー、韓国かぼちゃですね。えー、スーパーに出し始めて、もう即完売ですね。やはり作られてる方が少ないという、まだですね、定着していませんね。これすごくいいですね。これちょっと後で写真撮っときます。 これをです、これをですね、まだ栽培をされている方が少ないという、まあ、生産量が少ないわけですね。で、直売所。もちろんこのようなカボチャのあの、鶴屋ズッキーニ、まあ、まっちゃん、韓国カボチャですよね。こういったものは、えー、市場では流通はほぼしてないです。まあ、特殊な野菜なので、まあ、地元の市場に行ってもですね、こういったものは並んでおりません。で、えー、スーパーにも,ももちろんですね、 み、あまり見かけない。まあ僕はちなみにスーパーですね、見回ったんですけれども、生産直売されている方も出荷されてませんし、スーパーの品目でもですね、え並んでるのを見かけたことは今のところありません。で、やはり今はですね、え韓国ブームですよね。いろいろな料理、韓国料理が流行っている。ということで、え若い方が特に、若い女性の方がですね、韓国料理が好きな方が多いです。辛いもの好きですね。 で、こういったものを、まあ、ドラマを見てるだからかちょっとわからないんですけれども、まあ、こういった、うん、韓国のですね、食材、野菜なんですけれども、これがよく売れるようになりました。で、もう一つですね、前前回動画で紹介しました、えー、ゴマですね。エゴマの葉っぱも焼肉に巻いて、えー、焼いたお肉にですね、巻いて食べるという感じで買われていく方。まあ、料理店だけかなと思ってたんですけれども、この間ですね、えー、若い方がですね、 えー、バーベキューやるような食材をカゴに入れて、で、うちのですね、売り場の方に来て、えー、これをですね、あのー、これじゃなくて、エゴマの葉っぱを購入してきました。えー、そして今日はですね、えー、こちらの、ん <coughs>、インゲンについてですね、ちょっと紹介したいと思うんですけど、今ですね、少し収穫してきました。こちら左側ですね、羽出しですね、曲がりかです。 で、こちらの右がですね、え品になります。だいたい長さは20センチ前後で収穫してます。20センチ超えですね、22センチぐらいまで収穫するようにしてますね。大きさですね。はい。このようにだいたいまっすぐです。ローズですね。今のところ風に煽られていないので、まあ、葉っぱがですね、綺麗なんですけれども、これ植え付けてですね、1週間か2週間目した時に、えー、強い風がですね、吹いたんですけれども、えー、その時に葉 葉っぱがですね、すべて茶色く擦れてなってしまったんですが、なんとかですね、持ち直して、えー、新たに芽吹いたですね、葉っぱ、えー、などがですね、このように綺麗になってます。で、えー、この追肥をですね、まあ、うちの方ではバイタリティを使用しておりますが、地域によってバイタリティはもちろん販売してないと思うんですよね。そこで追肥なんですけれども、平畝、ね、栽培、うちは基本ですね、 すべての補助、平稲で栽培します。えー、マルチを張る場合ですね。夏野菜もそうなんですけれども、まあこれは地域によってですね、山間部など,になどでお住まいの方、雨が降るとどうしても山の水がですね、畑に流れ込んできてしまって、えー、高稲にしないと栽培ができないという、まあそういった方もですね、えー、は高稲にする必要がどうしてもあるとは思うんですけれども、まあ平稲でですね、平坦地で栽培をされている方で平稲栽培。 をしている方ですね、えー。追肥はもちろん株元にですね、こちらの方に、まあ、ナスの前回の追肥の動画と同じで、追肥をする場合は、この通,通路ですね、うねとうねの間、えー、肩片あたりに、えー、化成肥料などを施す程度でいいと思います。えー、前回はですね、えー、トウモロコシの動画の方で、えー、プラチナコーン貝の方ですね、えー、視聴者様、えー、おそらく千葉県の野田市、 野田、野田の,の,の方ですね。ここから車で、えー、1時間もしないところの距離なんですけれども、えー、視聴者様がですね、えー、コメントいただきました。トウモロコシはですね、身がちょっと不揃い、大きさがばらつきがあるということで、肥料、どのようなものを使って、どのようなタイミングで、えー、肥してますかというコメントだったんですが、基本ですね、えー、うちは野菜はすべて、えー、同じような、えー、感覚で、で、肥料もですね、 えー、すべて統一してます。夏野菜はすべて同じものを使ってます。で、えー、例えばですね、オール14号と、まあ、一般的に使うものは、えー、元声で使うオール14号の肥料ですね。窒素とリン酸とカリが14%ずつ含まれている。まあ、どこでも販売されていると思うんですが、約2 0キロの袋で、えー、単価の方は1200、安いもので1200円。 で、高いものでも1,500円以内で買えると思うんですが、あれをですね、まあ1平米あたり、一握りで、このう,てうねの肩にですね、えー、施してます。で、インゲンもですね、それほど肥料は使わないんですけれども、やはり、この夏は最盛期になってくると、毎日収穫しても収穫しきれないぐらいですね、なり抜くので、そのような時は窒素も、え、すべてですね、三大肥料も必要になってきますので、追肥専用のオール8号ではちょっとですね、足りない時もあります。 なので、えー、量でですね、調整します。えー、オール14号を、まあ、先ほど言ったみたいですね、1平米あたり、一握り。で、一番の理想はですね、えー、バイタリティです。まあ、理由としては、えー、前回のナスの追肥の動画でもご説明しましたが、えーまあ、大体、オール8号に近い、窒素とリン酸が8%ずつ含まれている肥料にですね、大体似ているんですけれども、 えー、それとバイタリティとの違いというものは、えー、速攻性のある肥料、化成肥料ですね。それプラス、えー、後からじわりじわりと切ってくるですね。有機質肥料が含まれている。まあ、動植物、動物由来性のですね、肥料だと思うんですけども、まあ、匂いからしておそらく系粉が主体だと思います。まあ、ちょっと記載の方はですね、書かれてなかったんですけども、動物性肥料とだけですね。まあ、バイタリティの肥料の話なんですけれども、 えー、まあ理由としてバイタリティがなぜおすすめなのかというのは、まあ夏野菜に以外の、まあ野菜もそうなんですが、特に夏野菜はですね、肥料を一度に、えー、バッと効かせるタイプよりもですね、えー、大体バランスよく長く、えー、薄く長くですね、えー、こう、あのー、肥料をまあ切らさないというのが肝心なんですね。ちょっと とでもですね、え、肥料が切れてしまうと病気が、うどんこ病が出てしまったり。まあ、うどんこ病はですね、窒素分が少ないとよく出やすいんですけれども、まあ、それをですね、そういった病気から守るために常に肥料を効かせとくという意味でバイタリティがおすすめなんです。えー、ち、えー、オール14号タイプですと速攻性はあるんですけれども、えー、声持ちがないです。 雨がダシャッと降るとですね、流れて、下に、まあ、肥料の流棒ですね。まあ、無駄になってしまう。えー、ですが、まあ、先ほどのバイタリティの場合でしたら、速攻性のある肥料で、えー、火星肥料ですね。最初は効かせて。で、その後ですね、肥料、まあ、雨などが続いた場合、肥料が施せない場合で,もです、ね、えー、後からの有機質肥料で、えー、じわりじわりと、えー、完璧に切らすことなくですね、えー、 肥料が効果があるということで、バイタリティをうちはですね、野菜の方で扱使ってます。まあ、量としてはですね、バイタリティの場合でしたら、その倍の量をですね、施します。まあ、1平米あたりですね、一握りと言ったんですけれども、あのー、まあ、大股で一歩と言いましたが、ちょっとですね、あのー、訂正させていただきたいんですが、大股じゃなくて、まあ、軽く、まあ、人間が歩く歩幅一本分で一握りという感じですね。で、えー、オール14号の場合はちょっと強いので、まあ、大股一歩。 一で、えー、一握りという感じでやってます。まあ、何メートル置きに、えー、何、一握りとかですね、その人によって手の大きさも違いますし、えー、その量は違うと思うんですが、まあ、葉っぱの色と大きさ、そして花のですね、量と花の、えー、めしべとかですね、おしべの突き出している、えー、長さですね、それによって肥料をですね、調整することもできます。 で、それだけでは、もちろん、野菜の方は、えー、特にですね、夏野菜は、え微量栄養素が必要となってきますので、それが切れてしまうと、葉っぱがですね、色が謳化してきます。少し黄ばんできます。で、実のなりも疲れてきます。あの、なり、なり疲れと言うんですけれども、特に夏野菜のキュウリとか、インゲンですね、が多いですね。えー、三大肥料を施すだけではですね、よくカリと、 狩りが、狩りが欠乏すると、まあ実がならなくなると言われているんですけれども、三大肥料の火星肥料を与えているにもかかわらず、え、実がならない、花が咲かないというものは、狩りの肥料はこちら畑の方には施しているのはもちろんあるんです。あるんですけれども、それを根から吸収することができないだけなんですね。それを肥料を吸収、効率よく吸収させるために必要なのが、苦土とかですね、鉄とか、いろいろ、 マグネシウムとかですね。あるんですが、そういった、えー、少しだけ必要な微量栄養素というものを施さないと、その肝心な狩り、窒素とかですね。身を太らせる窒素。で、花をですね、咲かせる狩りの肥料。で、根っこを太く、長く、広く張らせるためのリンですね。リン酸ですね。それがバランスよく吸わせるために必要なのがその微量栄養素というわけです。 で、それを補うために、えー、粒状の流状タイプでしたらサンライム、えー、とても安いので、えー、それをですね、施すのもいいと思います。うちの方では、まあ、マグゴールドですね。家計が汚れないような、こういったところでしたらマグゴールド。で、ナスなどで、ちょっと粉が舞って、えー、黒いものですね。ナスは黒いので、粉がちょっとでもつくと、 え、商品価値がなくなってしまいます。汚れてしまいますので。まあ、これはちょっと一番の話なんですが、まあ、家庭菜園で食べられる方でしたら問題ないと思うんですけれども、基本マグゴールドがとてもですね、バランスが配合している肥料の成分がですね、えー、含有量も多いです。で、使いやすいです。で、溶け、水に溶けやすくてですね、えー、速攻性があります。で、そういったものを、えー、せする。追肥ですね。で、雨が続いてどうしてもできない時とかですね、 まあ、サンライムが、えー、とても、流状タイプで巻きやすいので、ちょっとの小雨程度でしたら、さっと、畝が少ない畝ぐらいでしたら、ちょっとバケツなどに入れてですね、さっと歩いて巻けば、えー、大丈夫だと思います。で、その他、天候が、天候がですね、いい時は、えー、まあ、光合成、 促進剤などですね、使って、マ、まあ、グリシンベタインとかですね、サカタサンですね、GB。もしくはトレインですね、トレイン液肥。あれも微量栄養素主体の肥料になりますので、ああいったものをですね、施すと、まあ、この葉っぱにですね、直接噴霧してかけると、ここから、葉っぱから吸収してですね、色の回復。まあ、あとこの色のですね、えー、保持につながります。 ずっと綺麗な色を保ったまま。ということは健康な状態ということで病気が入る。えー、隙間がないということですね。で、えー、前回ですね。これまだ萌いでないんですけれども、えー、まだ書き取りしてないんですが、これが風にやられた前回ですね。えー、爪痕です。どうでしょうかこれ傷んでますね。チリチリとしちゃってるんですけれども、これが、えー、このキュウリネットですね。赤いところ見える、見えますかねこれ。これに、 風風が大風が大たばかりですねちょっと伸びだした頃にこのように当たってですねこのようになってしまったんですねである程度成長してきたらこのように新葉新しい葉っぱがですね、えー、芽吹いてきますので今度はこれで光合成をしていただく十分今ですね新しい葉っぱが茂ってきましたので、えー、そしたらですねこのような古い葉っぱで傷ついているものは病気の感染のもとになりますのでこれをきれいに挟みですね 丁寧に取り除いて、で、畑の外にですね、持ち出すようにしてください。で、直射日光がですね、えー、きちんと中まで透けるように、このように向こう側がですね、ネットの向こう側が見えるように、適時ですね、傷んだ葉っぱをメインに、えー、一日にですね、たくさんかくのではなく、ちょこっとずつ収穫してですね、収穫するときに、例えば、ここの下にですね、 今実がなっているんですけれどもこれを取るのにこの葉っぱが邪魔だと思った場合これが古い葉っぱであればこれを取るためにですね、この葉っぱをもいで,で取ればですね、ちょうどいい感じですあまり取りすぎないようにしてくださいで、収穫する実の大きさはです、ね、このようにトマトと同じでですね、まあ、前回もお知らせしたと思うんですがこのつるのです、ね、節からこのように軸がですね、花,花をこれが分かりやすいですかね こんな感じですね。これ、これです。これが、鶴の節からずっと伸びていきます。で、最初はですね、この節の元の方から実がなります。花がもちろんこの節に近い方から花が咲きますので、ここから大きくなります。で、ここから収穫していきます。この時収穫する時にですね、まあ、ちょっとこれちっちゃいんですけれども、まあ、これで説明すると、これ大きくなってますね。 で、この、これを、この時にですね、まだこちらの先端がまだ出ていない状態。で、えー、これをですね、ハサミを使わずに、この爪でですね、無理やり引っ張ったりすると、先にですね、このように大事にすれば、先にもまだ花が、このように、どん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 花が咲くんですね。ですから収穫するときは、無理やりですね、引っ張ったりせずに、きちんと、えー、ここをですね、ハサミで切っていただければ、えー、ここはですね、ダメージ。 を受けずにどどどどんどんんどんで今はこのようにちっちゃいんですが、この大きな実に今栄養がたくさんですね。ツルの方に近いの、かぶ、え、節本に近いので、いっぱいこれ栄養ですね。使ってます。ですからこっちが大きくならないんですね。で、今日これを収穫すればですね、これがなくなりますので、今度この先に栄養を送ろうとします。 ですから、次の、この大きい、次に大きい、実がですね、これが、すぐに膨らみます。ということを繰り返せば、毎日ですね、収穫がですね、できるんですね。継続して、収穫することができるんです。で、このタイミングをですね、大きなものを摘み取ったり、小さなものを摘み取ったりしていると、このバランスが、植物がですね、バランスを崩して、実がですね、バラバラになることがあります。 え、普段、普通はですね、下からだん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 上に上に鶴が上がってますので、下から収穫してで、えー、上方法ですね、なっていくんですけれども、えー、適当な取り方をですね、雑にしていると、いろんなところからですね、大きくなったりしてしまいます。もちろんこのように天井までですね、るが上がってくれば、天井の実もですね、このように大きくなってくるんですが、えー、まだ天井まで行ってないのに、 え、下の方はならず、上の方だけにしかならない。という方はですね、収穫の仕方をですね、もう少し丁寧にやるといいと思います。これとてもいいですね。えー、このケンタッキー101。 前ですね、視聴者様の方で、えー、直売収穫されている方だったと思うんですが、えー、お友達の方ですよね、えー、自分の方は違う方を作っているというふうに言われているお友達の方がいらっしゃったみたいです。えー、こっちの品種101よりも、まあ、ケンタッキーの種類よりも、まあ、他こっちの方が柔らかいよっていうふうにですね、言われた方がいらっしゃったみたいですね。まあそれはですね、その取るタイミングにもよりますし、もちろん品種でですね、 大きくしても小さいものと同じような柔らかさの食感のものもあります。それは品種によっての違いが一番大きいです。肥料がどうのこうの、日照がどうのこうのとかいうよりも品種の選択によってですね、その柔らかさというものは違います。で品種によってですね、えー、メーカーが推奨してるいます大きさという適した え、収穫のサイズがありますので、その範囲内で収穫すればですね、え、問題ないと思います。インゲンが硬いと言ってもですね、所詮ですね、インゲン火を通してしまって、え、ばですね、えー、歯がぶっかけてしまうほど硬くはならないと思うんですよね。ちなみにこれ結構大きいんですけれども、20センチ、はい、超えてますね。22センチぐらいだと思います。これが最大です。 あの、適した、これ以上大きくすると、えー、まあ、ダメとは書いてないんですけども、まあ、22センチ以内で収穫してくださいと、まあ、書いてあるんですが、もうこのぐらいですね、まあ、小さいもので、えー、収穫されて出荷されている方はですね、からすれば、これは大きすぎるんじゃないかって思うかもしれませんが、今度ですね、その方にこれを収穫して食べさせてあげればいいと思うんですよね。 これとても柔らかいです。ここまで大きくしても、これはですね、筋が入ってません。えー、全く筋張りはないですね。昔のインゲンというものはですね、えー、大きくさせてしまうと、ここがですね、えー、摘み取った後、ここが筋が一本入ってるんですね。まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ年配の方がよくご存知かとは思いますが、昔のインゲンはですね、ここ筋があって大きくなっちゃうと筋張っちゃう。だから大きなインゲンは敬遠されていました。 ですが今はですね、えー、どんな野菜でもですね、大きさは関係ありません。品種がですね、品種改良。種苗メーカーさんが、すごい動力でですね、えー、どんな大きさにしても、えー、対応ができる。えー、加工用のですね、加工に向いた品種を特に力を入れておりますので、小さなものよりもですね、今まで企画というものが、まあ、あったんですけれども、今はですね、その規格を超えても、 柔らかく美味しく食べられるものが多いです。はい。このようにですね、えー、インゲンですね。えー、まあ、大きさというよりも品種が一番、品種選びが一番大事だということがですね、ちょっとお伝えしたくて、えー、今回はですね、えー、紹介させていただきました。はい、こちらも立派な花が咲いてますね。そして、えー、この花の隣にはですね、はい、小さなカマキリのような感じですね。 小さな赤ちゃんがついてますね。これがあっという間にですね、えー、こちらのインゲンみたいに大きくですね、なります。で、この収穫している時に、えー、無理やりですね、手が届か,ら届かないからといって無理に手を突っ込んで、ハサミで取るのは取るんですけど、無理やり手を突っ込んでしまって、この花をですね、落としてしまうと、実が、えー、実飛びします。花飛びします。これがですね、落っこっちゃうと、 小さな、このインゲンがつきません。なので、この花はですね、なるべくいじらないようにしてください。咲き終わったものはですね、えー、こうやっていじってればですね、花びら、このように今、落ちましたね。落ちるんですが、ちゃんと、これですね。今、これ、花落ちたものです。落ちたんですけれども、もう受粉がきちんとできてますので、子供のちっちゃいものはついてます。このようなものはですね、花落ちしても大丈夫なんですけれども、 今ですね、まだ受粉が最中のものはですね、あまりこうやっていじって落とすようなことをすると収穫量が減ってしまうので、えー、気をつけてください。はい、じゃあ今日はですね、インゲンの収穫の、えー、作業ですね、と、えー、品種選びについてご紹介させていただきました。あ、あと少しですね。えー、こちらの、えー、韓国かぼちゃまっちゃんですね。まだ栽培されてない方。今からでも栽培間に合うんじゃないですかね。 栽培表の方では、うんちょっと、うん、忘れちゃいましたが、おそらく今年でしたら間に合うと思います。成長とても早いです。まあ、カボチャはですね、ダークホースなどは秋作としてですね、今栽培ができる、まあ、当時用としてですね、まあ、栽培ができる、まあ、品種として今出ているんですけれども、まあ、そのようなカボチャがあるぐらいなので、この韓国カボチャもですね、ツールあり抹茶ですね。これも今から種をまいて、簡単に サイバーができるんじゃないでしょうか。まだやってない方いらっしゃいましたら、ぜひチャレンジしてみてください。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。